道車道、通称近畿道は大阪府の吹田ジャンクションと松原ジャンクションを結ぶ延長30キロ足らずの高速道路です。大阪市の東の端を南北にかすめる路線で、道中これらの自治体を経由します。起点の吹田ジャンクションでは中国道と名神高速に接続します。終点の松原ジャンクションでは阪和道、西名阪道、阪神高速松原線と接続します。途中、阪神高速森口線、第二京阪道、阪神高速東大阪線とも接続しています。今回は終点の松原ジャンクションから起点の吹田ジャンクションに向かって走行します。阪和道の上り線で松原ジャンクションに差し掛かるところです。このジャンクションは阪和道の起点で近畿道の終点になります。西名阪道と阪神高速松原線にも接続しています。阪神高速松原線は現在長期工事中ですが、大和川線経由で境方面に通行可能です。西名阪道に分岐すると奈良県天理市まで行けます。その先は名阪国道で三重県方面に抜けられます。近畿道は曜日や時間帯によって渋滞が多いのですが、最近は阪神高速松原線の工事の影響で特に増えている気がします。今回の撮影日は休日の午前中を選んだので、大型車がほとんどなく回送できました。吹田までの快適近畿道をお楽しみください。なお途中早送りの区間もございますのでご了承ください。
ジャンクションでは阪神高速13号東大阪線と接続します。西に行けば大阪市内、東に向かうと生駒山地手前で第二阪奈道路に接続し奈良市まで行けます。高速道路の名前には営業路線名と法定路線名の2種類があります。私たちが普段使っているのは営業路線名で、案内看板などで使われます。もう一方の法定路線名は高速道路に関する法律で定められた名前です。この動画でご紹介しているのは営業路線名、近畿自動車道になります。法定路線名としての近畿自動車道は範囲が全く変わってきます。なんとこのようにとんでもなく広範囲でたくさんの高速道路が法定路線名、近畿自動車道なのです。阪和道、舞鶴若狭道、新名神、さらには名古屋の名二間までもが近畿自動車道です。私たちが知っている近畿自動車道は近畿自動車道全体のごく一部だったのです。営業路線名の近畿自動車道は法定路線名としては近畿自動車道名古屋大阪線の一部、または近畿自動車道天理吹田線の一部となります。法定路線名が2つある理由は、高速道路に関する法律が2つあり、それぞれで別の路線名を指定しているからなのです。ややこしいですよね。ご興味がある方はウィキペディアなどで調べてみてください。美人という花をモチーフに建物がデザインされているそうです。1995年に開業したアウトレットモールで、関西では草分け的な存在です。以前はやはり花にちなんでブロッサムという名称でした。当時私も近畿道を使ってよく通ったものです。撮影日時点ではまだ営業中なのですが、本動画の公開直前に閉館してしまいます。少し寂しいですね。この北の門真市に同系列の新しいアウトレットモールができるので、そちらに役割を引き継ぐようです。門真ジャンクションで第二京阪と接続します。第二京阪は京都市内に一直線に行ける素敵な高速道路です。第二京阪と逆側には阪神高速2号淀川左岸線が延伸してきて接続する予定です。完成すれば大阪東部と湾岸エリアが混雑する環状線を避けてつながるようになります。ただ完成時期は2032年頃と言われているようです。まだまだ先ですね。
クションで阪神高速12号森口線と接続します。2014年供用開始の比較的新しいジャンクションです。それ以前は近畿道と森口線の行き来は一般道経由で不便だったのですが、このジャンクションで劇的に便利になりました。左側を走っているのは一般道の大阪府道2号中央環状線、通称中環です。これまで視界に入ってきませんでしたが、近畿道は中環とずっと一緒に走ってきました。近畿道の前後に接続する中国道と阪和道も中間沿いに敷かれています。近畿道や中国道、阪和道は中間の有料バイパスのような使われ方をしています。東海道新幹線の車庫があります。逆方向の下り線からはたくさんの新幹線が並んでいる姿が見えてちょっと壮観です。鉄オタでない私でもかっこいいなぁと思って見ています。その代わりといってはなんですが、出口で一般道に出るときは料金所はないのです。今回は一般道の中間に出て終了です。お疲れ様でした。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをしていただけると大変